一二三台湾です。マナです。どうしたのマナ？今日呼び出した。あのね、最近日本で超流行ってる曲があるの。流行ってる曲？夜遊び？あ、夜遊びじゃないんだ。夜遊びも流行ってんだけど、もう一つうっせーわっていうやつ。聞いたことない。私も最初さ、台湾に住んでるから最初あんまりよく分かんなかったんだけど、YouTube とか Twitter で調べれば調べるほどもう本当に話題。しかも再生回数100回以上いってた。1億でも私知らない。じゃあ今日の企画はうっせーわを見た台湾人の反応。これなんで1億になったの？それはめちゃくちゃ有名なバンドとか、私もああどんな人なんだろうと思ったら顔が全然探せなくて、でも名前歌手は Ado さんって言って、最近本当に日本で人気なんだって。みんな顔とかあと情報とかあんまりよく知られてない。しかもすごいのが2002年生まれかな、 Ado さん、この歌手が。そうっていうことは今は18歳え若すぎ2002年ちょっと待って、ちょっと。うっせーわの海外の反応とかもみんな撮ってて、あ確かにずつ見てみたいなと思って。へえ、ちょっと楽しみ。これ MV もある？あるある。しかも MV がアニメになってる。アニメ？お、ちょっと見てみてください。はい、じゃあこれですね。見て。おお、1億。本当だ。チャンネル登録者数も100万人超え。え、私たちより全然上ですね。そう。え、すごい。でも1年前の曲も結構790万だよ。すごい。1000万回いってんのも結構あるよね。うん、すごい。日本とかでも1億万回突破したスピードの速さがすごい速いらしくて、歴代のトップ10に入ってるみたい。おお。早速見てみましょう。はい。すごい。お、どう？イメージとは？イメージとちょっと違う。お、夜遊びのイメージはなんかめちゃくちゃ静かっていうか、なんていうの、ゆっくり、ゆっくり、そう、ゆっくり感じ。でもこれはなんかロックみたいな感じ。すごい、びっくりした。でもめちゃくちゃアニメっぽい。剣を持つの、キャラクター、ゾンビを殺すとかの、そういうアニメはちょっとイメージした。はい、じゃあ続いて。めちゃくちゃテンポが速い。あー、想像より、なんか聞いてめちゃくちゃテンション上がる。歌詞とか意味わかる？ちっちゃいの頃、なんていうの、大人になったらなんか多分高校生、自分の人生のストーリーみたいな感じかな。わかんない。ちょっとじゃあ見てみよう。うっせぇはうるせぇの意味ですか？そうだね。おお、すごい。よくうっせぇ見たことあるドラマ。マナ、うっせぇ、マナマナ、あ、私言うね。確かにうっせぇやー、すぐうっせぇやー。じゃあめちゃくちゃ聞いたら気持ちよくなる曲ですね。このようなものをうっせぇとか、そういうストレスを発散する曲ですね。モングするの曲かな。次なさい、皆が
すごい。マナも出たよ。え、私？うん。なんでなんで？歌詞。マナ。あ、そう。私でも知らないけど。なるほどね。すごいめちゃちゃアニメっぽい。じゃあアニメオタクとしてはすごい見やすいか。なんか嬉しい。おお、日本の歌って感じがすごいするのか。こういう曲さらにこのアニメーションがあったらな、すごいアニオタにとってちょっと嬉しいかも。しかも歌詞に合わせて、例えば銃撃てばとかもあるし、めっちゃ好きかも。おお。すごい。もう一回聴きたくなってしまう。そうか。もう歌詞が頭の中に入ったよ。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇは、めっちゃインパクトある。中毒性もあるのかもね。そう、そう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 。うっせぇ、うっせぇは。じゃあ、ズズは結構気に入った感じだね。アニメっぽいの曲が大好き。じゃあ、納得する。だから1億になるね。ズズはすごい好きだけど、そう、アニメ大好きだから。そうだよね。他の人にもインタビューしてみようか。はい。はい、こちらはティアさん。はい。ティアちゃんに喜欢看日本的漫画吗？还好，比较少看。那你会听日本的歌吗？好像也蛮少的。那我们今天要给你听一首，就是最近在日本很红的歌，最近达到了1亿的再生数。嗯，厉害。对，好，那开始。从刚刚开始到副歌前面，你觉得如何？好像蛮热血的吗？哦，接着你会说日文吗？不会。你看懂他的歌词，有一点点汉字。那你这样看一下，你觉得这首歌在表达什么吗？你觉得是有鬼吗？没有鬼。要努力向上吗？日本高中生唱的，嗯，应该自己作曲，对对对对对。你觉得在台湾也有那个那种的歌吗？在台湾也有高中生做的歌，但是好像没有这么激进、亢奋的感觉。台湾比较多抒情的歌，哇，確かに。对对对，你觉得这个有点可怕、恐怖的感觉吗？是因为 MV 吧，如果只有听就还好。所以这样整个看下来，你觉得这首歌，你觉得它在表达什么？升学压力哦，所以比较符合。那你自己会喜欢这种比较活泼的歌曲吗？我喜欢抒情或是 R&B， 但这个真的有点太大声了，太大声。对对对，你不会想要再听这样子。哦，原来没关系没关系，但是每个人都有喜欢的风格。続いてはロクさん。大家好。お久しぶりだった。ロクさんは日本にも住んだことがあるし、日本のカルチャーとかも好き。はい。じゃあ日本のアニメの曲も聞いてます。おお。最近日本で超流行ってる曲があるよ。ちょっとロクさんも聞いてみようか。これです。うっせぇわ。怖。おお。正しさとは愚かさとは。ノリノリ。ここまでどう思います？さっきわかってる、社会になる気持ちでしょ。なんか共感ができます。暑いですね。暑い。名前の同じロック。なかなか。ロック。
テンポの曲が好きなんです。おお、さすがロック。このサビの部分どうなんですか？歌いやすいから。おお、口、思わず口ずさんじゃう、うん。じゃあどの部分一番印象残った？また遊び足りないの部分です。あ、メッセージ性が強いってことかな。この歌詞は若いですよね。おお、若いです。すごいね、さすがロックさん。歌詞の中のイメージがすごく社会に反抗するみたいな感じ。この曲もう一回聴きたいと思いますか？うん。おお、書いたら検索する。ずっとうっせーうっせーって会社で、あら、うっせーうっせー。ありがとうございました。わー、終わりました。すごい、みんなの反応が違かったね。そうだね、やっぱり日本好きの台湾人は結構この曲すごいハマってしまう可能性があるよね、うん、そうそうそう。すずは今日初めて聴いたと思うけどどうだった？本当に頭の中に離れない。すずどうしよう、撮影終わったらずっといてたら。台湾でも流行ると思う？これから。あー、台湾、うん、多分流行ないか。流行らない。お、なんで？結構さ、日本の曲ってちょっと遅れてさ、台湾で流行ったりするじゃん、うん、このスタイルの曲は多分、うん、あ、台湾にあんまりないから、うん、じゃあ受け入れやすい人とあんまり見たことがないから、うん、聞かなそうな人、どっちもいるってこと、ね、多分ちょっと極端なが好き嫌いが半分、うん、私はこの好きな 50%、うんうん、ちょっとなんかゆっくり曲だったらみんな台湾でも流行ってるよ。なるほど。夜遊びとか香水とか。そう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 、うん、皆さんもね、聞いたことありましたらぜひコメントしてください。あと、もし今日も私と同じ初めてだったら、初めて聞いた感想ぜひ教えてください。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならこのチャンネルしてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。